エルザ・ヒルデガルト・バロネス・フォン・フライター・クローリはニューヨークのグリニッチ・ビレッジで数年間芸術活動をしたドイツの前衛、ダダイストの芸術家、詩人である。バロネスとしても知られる彼女の挑発的な詩は死後の2011年にボディスウェッツ・エルザ・フォン・フライター・クローリの無修正文書で発表された。ニューヨーク・タイムズ氏はこの本を2011年の注目すべき アートブックの一つとして称賛した。エルザ・プレッツはドイツのポメラニア州シフィノイシチェで、石膏のアドルフ・プレッツとイダマリー・クライストとの間に生まれた。父親とエルザの関係は気まぐれで、父が家庭内でどのように支配していたかを、父がどれほど残酷でありながらも心が広いのかを、エルザは強調した。エルザの行う芸術は、政治構造が家庭と同じ設定であり、 男性的権威を促し、国家における、家父長的社会秩序を維持する方法だということを、関連付けた。父親による、男性的コントロールに対する彼女の不満は、後の、反過不調的アクティビスト人生へのアプローチを、育てたかもしれない。一方、母親との関係は、賞賛に満ちており、物を再利用することまで含めた母親の工芸は、彼女が自分の作品で、 道端のガラクタ、ファウンドオブジェを活用することを編み出した可能性がある。俳優とボードビルのパフォーマーとして、トレーニングを受けて働き、ドイツのベルリンやミュンヘン、イタリアの芸術家との多くの影響関係を持った。ミュンヘン近郊のダッハウで美術を学んだ。ベルリンの公務員で建築家のアウグスト・エンデルと1901年8月22日に結婚し、エルザ・エンデルとなった。 彼らは開かれた関係を持っており、1902年に彼女はエンデルの友人、二流の詩人であり、翻訳者のフェリックス・ポール・グレイブと恋愛関係となった。3人で1903年1月下旬に一緒にシチリアのパレルモに旅行した後、エンデルたちの結婚は破局を迎え、彼らは1906年に離婚した。彼らの離婚はひどいものだったが、 エルザはいくつかの風刺しをエンデルに捧げた。1906年、エルザとグレーブはベルリンに戻り、1907年8月22日に結婚した。1909年までにグレーブは財政的に深刻な問題に直面していた。1909年7月下旬に妻の助けを借りて彼は自殺に見せかけ、北米に向けて出発した。 1910年7月にエルザは彼と合流し、シンシナティからそれほど遠くないケンタッキー州スパルタで小さな農場を経営した。1911年に突如グレーブは彼女を捨て、1912年に西にあるノースダコタ州ファーゴの近くのボナンザ農場とマニトバへ行った。グレーブからの離婚の記録はない。エルザはシンシナティで アーティスト向けのモデル業をはじめ、ウェストバージニア州とフィラデルフィアを経由して、東に向かい、1913年11月に、ニューヨークで3番目の夫となる、ドイツ男爵、レオポルト・フォン・フライター・クローリと結婚した。彼女は後に、ダダイストのバロネス、エルザ・フォン・フライター・クローリと呼ばれるようになった。ニューヨークでは、夫のフライター・クローリは、タバコ工場で働いて、 エルザを支援し、エルザは、ルイス・ブーシェ、ジョージ・ビドル、マンレイなどのアーティストのモデルとして、ポーズを取った。彼女は、ジョージ・グラント・ハム・ベイン、ジョージ・ビドルの、リソグラフ、テレサ・バーンスタインの絵画などに登場している。クロード・マック・レーとバロネス・フォン、フライター・グローリング・フォー・フェン、1928年以前、バロネスは、1918年から、リトル・レビュー氏に、 死のための場が与えられ、彼女の作品はジェームズ・ジョイスのユリシーズの章とと共に紹介された。ジェイン・ヒープはバロネスをアメリカの最初のダダと考えた。エルザは音響師の初期の女性の先駆者であり、キサンブッ物種ドやファルスピストルのように大量に詰め込んだ構成の一方でダッシュ記号を創造的に利用し、詳子を提示した。彼女の死のほとんどは、 ボディースウェッツが出版されるまで未公開だった。彼女の個人的な文書は、彼女の編集者、著作権代理人、芸術のコラボレーター、そして恋人のジューナ・バーンズにより彼女の死後、保存された。メリーランド大学図書館は1973年に、バロネスの作品をバーンズの文書と共に収蔵し、その後に彼女の文書を分離し、 個別の収蔵物として扱った。コレクションには、文通、資格詞、その他の芸術的、文学的な作品が含まれている。メリーランド大学の特別コレクションには、彼女の原稿の広範なデジタルアーカイブがある。神、バロネス・フォン・フライター・グローリング・ホーフェント、モートン・リビング・ストン・ジャンバーグ、ゼラチン・シルバー・プリント、ヒューストン・美術館所蔵ニューヨークでは、バロネスは、アサンブラージュ、 彫刻、絵画に取り組み、路上で収集したゴミやクズからアートを作成した。バロネスは、ファウンドオブジェから、成功な衣装を制作することで知られており、生活と芸術の境界を消す、生きたコラージュのようなものを作り出した。バロネスの成功な衣装は、女性美と、経済価値というブルジョア階級の概念に、批判と挑戦をした。彼女は、スプーン、ブリキ缶、 カーテンリングなどの実用的なものや、通りで見つけた破片で着飾った。バロネスが自身の体を媒体として使用することは意図的であり、特定のタイプの見せ物に変身した。そうすることで、彼女は自分のヌードへの視覚的なアクセスへの管理を行い、中性的に見せることで女性らしさへの期待を解き放ち、女性の自我と性的な戦略の考えを引き出し、 彼女の反消費主義と反美学に重点を置いた。体の匂いや欠点の近くを彼女のボディーアートへ漏えいさせ、不合理なモダニズムへ囲うことを彼女は含めた。不合理なモダニズム。合理性と非合理性、理性と感情、公共と個人の間の微調整されたバランスを維持する。境界は交差するが、崩壊はしない。そうは言っても、 彼女の生のリアルの個人的な身体、彼女自身の手法と彼女のファッションの公共空間への配置は不合理なモダニズムとしてよりよく説明できなかった。バロネスのボディアートは彫刻と生きたコラージュであるだけでなく、ダダイストのパフォーマンスアートとアクティビズムでもあった。今日、バロネスの作品はほとんど存在していない。いくつかの知られた物的な作品には、不朽の飾り、 イヤリング・オブジェクト、大聖堂、リムズ・ウィッシュがある。1996年に、ニューヨーク市のホイット・ニー美術館によって、再発見された、エルザのマルセル・デュシャンの肖像は、レディメイド作品の一例として挙げられる。その時代の他の芸術家とされているいくつかの作品は、バロネスのものだったか、彼女が作成した可能性が高いことを示す、新しい研究が現在は相当数ある。 神と呼ばれる作品は長年にわたりアーティストのモートン・リビングストン・シャンバーグのものとされていた。フィラデルフィア美術館は現在、この作品の共同アーティストとしてバロネスをクレジットしている。アメリア・ジョーンズはこの作品のコンセプトとタイトルはバロネスによるものだが、シャンバーグとバロネスによって制作されたと明らかにした。この彫刻、神は、 弾痕のような方法で組み立てられた中鉄製の配管トラップと木製のマイターボックスからなっている。素材の選択と型の背景にある彼女のコンセプトは配管工事に対するアメリカ人の他のすべてにまさる崇拝と愛についての彼女の注釈であり付け加えるとバロネスの技術への拒絶を示している。おそらく最も有名な配管の彫刻マルセル・デュシャンの 泉もバロネスに関係している。マルセル・デュシャンが妹のスザンヌに宛てた手紙で、彼は有名なレディメイドについて、次のように言及している、男性の金リチャード・マットを使っている私の女友達は、時期の小便器を彫刻として送った。文学視野のアイリーン・ギャメルは2002年に、問題の女友達はバロネスだと示唆した。デュシャンは、彼の女性の友人について、 決して明かさなかったが、これまで以下の3人の人物が候補として提示されてきた、初期のデュシャンの女性名義ローズセラビ、エルザ・フォン・フライター・クローリ、ルイーズ・ノートン。ルイーズ・ノートンは、泉についての論じたエッセイを、ダダのジャーナル、盲人に寄稿し、そのアドレスは、アルフレッド・スティー・グリッツの写真で、紙の入場券が部分的に識別できる。しかしながらデュシャンが作ったではなく、 送ったと書いたという事実が、レディメイドのアイデアの作品の性質上、実際に別のダダイストのアーティストによって、リューシャンに提供されたという疑いを提起している。泉の創作者として、主流の美術史では認められていないが、美術史屋のウィリアム・エイ・キャンフィールド、インディペンデントキュレーターのグリントンプソン、美術史屋のアメリア・ジョーンズ、美術評論家のジュリアン・スポルディング、 彫刻家で学者のロンダ・ローランド・シアラーなどの著名な学者はフライター・クローリが作品を作ったと考えている。1923年、フライター・クローリはベルリンに戻り、稼ぐためのより有利な状況を期待したが、第一次世界大戦後のドイツは経済的に破壊されていた。バイマル共和制での困窮にもかかわらず、彼女は無一文で狂気の危機の中、ドイツに泊まった。 駐在員コミュニティの何人かの友人、特に小説家のブライヤー、ジューナ、バーンズ、ベルニス・アボット、ペギー・グッケンハイムは精神的及び経済的な支えとなった。フライター・クローリがパリに移った時、精神的安定は着実に改善された。彼女は1927年12月14日にガス中毒で亡くなった。彼女はガスをオフにするのを忘れたか 他の誰かがそれオンにした可能性があるが、状況は明確ではない。彼女はパリのペール・ラシェーズ墓地に埋葬されている。1943年、フライパー・クローリの作品は、ニューヨークのアート・オブ・ディス・センチュリー・ギャラリーで開催された、グッケンハイムの31人の女性による展示展に出品された。バロネスの最初の電気作家中なバーンズが彼女を、キャラクター、 地域の恐怖の一つの一人として書いていたが、本は未完成に終わった。不合理なモダニズム、ニューヨークダダの神経衰弱症の歴史において、アメリア・ジョーンズは、ニューヨークダダの修正主義の歴史を、バロネスの生涯と作品を通して書き記している。2002年の電気、アイリーン・ギャメルチョ、バロネス・エルザ、ジェンダー、ただ、日常の近代性は、バロネスの芸術的な輝きと、 前衛的な精神を主張している。この本は、バロネスとジューナ、バーンズ、ベルニス・アボット、ジェイン・ヒープ、そしてマルセル・デュシャン、マンレー、ウィリアム・カーロス・ウィリアムズとの個人的及び芸術的な関係を探求している。それはバロネスが、すべてのエロティックな境界を破り、無秩序なパフォーマンスを楽しんでいることを示しているが、電気は、また彼女の友人をヤミリー・コールマンを通して、 彼女を成人や狂人としてではなく、天才の女性として、世界で一人で、必死であったと記している。2013年、アーティストのリリー・ベンソンと映画編集者のカッサンドラ・グアンは、バロネスの実験的な電気映画、ママダダの映画バラードを公開した。バロネスの生涯の物語は、50人以上のアーティストや映画制作者らによって語られている。フィルムは、 コペンハーゲン国際ドキュメンタリー映画祭のプレミア上映で YouTube のポストクエアのポピュリズムとクラウドソーシングを介した壮大で集合的な物語に回帰する遊び心のあるカオティックな実験だとアートフォーラム誌に評価された2005年の全米図書賞のファイナリストであるレネ・シュタイン家の小説のホーリースカーツはフライタークローリの生涯に基づいているホーリースカートは エルザの詩のタイトルに由来している。フライター・クローリはシリハストベットの2019年の小説メモリーズ・オブ・ザ・フューチャーにも反乱主義者のインスピレーションの語り手として登場している。ありがとうございます。